アニマロン。笹岡みゆき。4月初め、木馬館。今月は人気劇団の初日で満員御礼。舞台上の役者たちは観客を沸かせ、場内は大変な賑わいを見せている。そんな中、袖から舞台を真剣に見つめる一人の少女がいた。彼女の名前は春菜。役者を目指すため高校に進学せず劇団に入団した。秋田の両親の元を離れ、寂しさを耐えながら懸命に学んでいる春菜。私たちはそんな彼女に出会い密着した。ドキュメンタリーシリーズ、夢の扉。あら、見かけない子だね。どこから来たの？あ、東京です。ああ、そりゃずいぶん遠くから。観光かい？いえ、人に会いに。あ、誰に？あ、お父さん。え、あら、あんた、鈴子ちゃんの？違います。お父さん、鈴子待ってたんだよ。え、お父さん。はい。そこの旦那、うちの子は上玉ですよ。見てってくださいな。まったく、あんたには愛嬌ってもんがないんだよ。もう少し笑顔でも作ればちったら売れるだろうにさ。おかしくもないのになんで笑わなきゃいけないのさ。姉さん聞いた？田島屋の売れっ子が見受けされるって。知ってるよ、夕霧さんだろ。もうすぐにでもって話らしいね。いいなあ、私も早くここから出たい。生きるのも地獄、死んでも地獄。ここを出たって私たちには行き場がないんだよ。